イタリアチーズの王様パルミジャーノ・レッジャーノはイタリアを代表するチーズの一つ。イタリアチーズの王様とも呼ばれる。日本でパルメザンチーズとして販売されている粉チーズの多くはアメリカや日本製であり、パルミジャーノ・レッジャーノとは別物である。名称は地名に由来する。パルマ県、レッジョ・エミリア県、モデナ県などのエミリア・ロマーニャ州及びロンバルディア州の一部で作られ、DOP の認定を受けたものだけが刻印を押されて、パルミジャーノ・レッジャーノを名乗ることができ、認定を受けられなかったものは側面に印を打たれてしまう。原料は、前日に絞った牛乳を一晩置いて分離した、乳脂肪分を抜いたものと当日の朝絞った牛乳を混合したものを用いるので、1日に1回だけ製造できる。水分を完全に抜き切り、18ヶ月から36ヶ月、長いものでは5年以上熟成させるため、超硬質のハードチーズとなり、アミノ酸が結晶化して白い斑点ができる。この製造過程でできる乳脂肪分は、マスカルポーネなどの原料に使われ、乳製はプロシュットディパルマ用の豚の飼料になる。主にすりおろして、パスタなどにかけられるほか、塊のままバルサミコ酢に浸して食べられる。このチーズを加えるだけで、料理の味が格段に増すことから、イタリアチーズの王様と呼ばれている。ポー川流域で作られている、よく似た製法のチーズにグラナ・パダーノがあり、どちらもグラーナと呼ばれる種類のチーズだが、パルミジャーノ・レッジャーノはより狭い地域で生産されるものである。30kg 以上になる。一塊のパルミジャーノ・レッジャーノは高価であり、また熟成に最低でも1年かかるため、すぐに収入にならないことなどから、イタリアの一部の銀行は、業者から熟成前のパルミジャーノ・レッジャーノを担保として預かり、ローンを提供している。そのため、対応の銀行は、パルミジャーノ・レッジャーノの熟成庫を所有している。無論、一般に販売されている。完成品を購入しても、このローンの担保には使用できない。日本語のパルメザンチーズという名称はフランス語のフロマージュパルメザン、フマ、パムズと英語のパルメザンチーズ、P、メートル ZN、トン IZ、P、メートル ZN、トン IZ の組み合わせから作られている。一般的には、パルミジャーノ・レッジャーノ風のチーズの意味で用いられているが、日本ではアメリカ経由で、粉チーズの形態で入ってきたので、粉チーズの総称として呼ばれるようになり、ナポリタンやミートソーススパゲッティのトッピングとして普及している。日本やアメリカ合衆国では、クラフト社のパルメザンチーズが最も有名である。パルメザンチーズは、アメリカ合衆国や日本、アルゼンチンなどでも生産されている。パルメザンチーズの熟成期間は、パルミジャーノ・レッジャーノよりも短いことが多くて、風味も及ばないが、パルミジャーノ・レッジャーノよりも安価である。ただし、パルミジャーノ・レッジャーノの DOP 規格からは、外れているため欧州連合諸国では、パルメザンチーズと名乗ることはできなくなり、クラフト社のパルメザンチーズは、欧州では、パマセヨという商品名に改名された。2019年2月1日に発効した日本 EU 経済連携協定では、チーズを含む食品の地理的表示の保護が規定されており、パルミジャーノ・レッジャーノも保護の対象とされているが、英語名称のパルメザンチーズは例外措置として協定の発効後も使用することができる。チーズを熟成させている様子工場の様子。ありがとうございます。